お、ラジオ集計します。マジ1182 82。はい、こちらウィーゼルニュース編集部です。あ、今そうです、パシフィック銀行付近で複数の銃声が再び確認されています。おー、はい、現場、はい、銀行内にて複数の銃声が、はい、人影が確認できますが、あれはロス死刑でしょうか。もしもし、ドミノピザですか。ドミノピザじゃないです。あの、ドミノデラックスダブルチーズと、はいはい、あとジュノベーゼお願いします。はい、わかりました。すいません、でもこちらちょっとピザじゃないです。はい、今ちょっとパシフィック銀行における発砲事件を中継しております。パシフィック銀行屋上にて警察ヘリを狙っています。犯行グループの一味でしょうか。うん、銀行屋上のライフルを持った人物は、あとスプライトも欲しいんですけど。ただいまラジオに、はい、不適切な音声が載ってしまっております。はい、お使いの端末は正常です。はい、失礼いたしました。ラジオにただいま不適切な音声が載ってしまっておりますが、お使いの端末は正常です。お寿司系の動きがちょっと、はい、こちら側ではつかめておりません。お母さん、では複数のポカリ買ってきてって言ったじゃん。付近では、これアクエリだよ。付近では複数の銃声が聞こえております。すいません、あの先ほどから断続的に不適切な音声がラジオに配信されてしまっています。申し訳ございません。お使いの聞き忘れ。なんか結構いい感じになってんじゃないかな。ちょっと裏っちょ、犯行グループと関係ない人物がですね、バットで周囲の車を殴打している様子も確認できています。パシフィック銀行付近は依然混乱しております。あまり付近には近寄らないでもらえるとが、はい、ちょっと、ああ、今そうですね、現場周辺でしきりにタクシーをバットで殴打する男性の姿も確認されています。現場周辺で、タクシーをですね、バットでしきりに殴打する男性も確認されています。あ、今一味が、あれだけ離してた。ああいうプレイングマジです。今取り込み中です。離れてください。結構されてますね。離れて、あ、笹所長の声がちょっと聞こえたんですが、はい、バットでタクシーを殴打している男性は丸武氏とのことです。あ、丸武氏が、はい、依然タクシーでバットを、バットでタクシーを殴打し、タクシー乗り込みました。車両窃盗でしょうか。パシフィック銀行前で、はい、時を同じくして車両の窃盗事件も起きています。4人、あ、今丸武氏が一般市民をバットで殴打し殺害、いや、怪我を負わせました。で、丸武氏が今バットで一般市民を殴打し怪我を負わせています。あ、バルテキ逃走しました、そのまま。あー、確かにそれはあるな。逃走しました。勝った、パシフィック銀行事件に勝ったぞ。あ、動きそうですか。鳴り響いております。今我々の車用車と見られる車がですね、走り去っていきました。どういうことでしょうか。私が駐車していた車用車の車がですね、何者かが運転して去っていきました。パシフィック銀行内、現在激しい銃声が聞こえます。俺も中継するんだかよ。はい、真っ赤な服装の人物が2人確保されています。屋上で確保されていた、いつめを合わせたと、おーい、そして我々は人数の車が何を出すかで激しく殴打されています。5回ぐらい繰り返してるからさ。パシフィック銀行前にて我々編集部の車が何者かに殴打されています。山下刑事が我々編集部の車に乗り込んで現場を、死んだ、これ警察。